さあ今日もみのくりチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。さてさて今日はですね、先日発表させていただきました、山形県小国町でのみのくりチャンネルのコラボ企画、これについて、改めて、ちょっと皆さんと一緒に、公式ウェブを見ながら、ちょっとおさらいをして、改めて仲間を募集したいと、思っております。小国町スカイランタンフェスティバルということで、こちらのイベント先日、発表させていただいてから ものすごい反響を、もらっているということで、もう結構数百名の方、だから予想よりもすごく人数多くなる感じの、イベントをもう申し込みいただいているということです。でキャンプサイトの方もね、順調にこのみのくりチャンネルの、視聴者の皆さんから予約もいただいているということで、まだ空きはあるそうなんですけど もう順調に すごい勢いで申し込みが来たということを聞いております。もしよかったらですね、10月10日、ぜひスカイランタンがね、すごいこう秋の夜空を、幻想的に、照らしてくれると思いますし、あとはもうキャンプですね、これも存分に楽しんでいただきたいし、料理これも素晴らしいフレンチ、オビーの、富樫シェフの料理なんかも楽しめるそうなんで、ぜひ申し込み、検討してみてください。で今日は一緒にいろいろこう見ていきましょう。はい、飲みながら、ね、喉が渇いた。まずですね、小国町スカイランタンフェスティバル in 白い森オートキャンプ場、山形県小国町で、開催となります。10月10日土曜日の開催です。で、私のこのキャンプのチャンネル、みのくりチャンネルのコラボ企画ということで、仲間に入れていただいております。ぜひですね、やっと念願のこのキャンプイベント、できるということで、僕も楽しみにしています。当日のそうですね、どんな感じになるのかっていうのを一緒にちょっとじゃあここで見ていきたいなと、思うんですけれども、これですね、山形小国スカイランタンフェスティバルという、ホームページが立ち上がっていますので、これちょっと一緒に見ていきましょう。小国ランタンで検索していただくと、すぐに出てくるかと思います。山形小国スカイランタンフェスティバルということで、スカイランタンとは中国やタイでお祭りの際に打ち上げられる熱気球の一種だということ で今回は環境保全のために危なくない火を使わない、LED ランプを使用したランタンを紐付きで飛ばした後回収してお持ち帰りいただけるということでございます。なんで火を使わない特殊なスカイランタンを使用するので、お子様も一緒に安心してお楽しみいただけるということになります。だからいいね、それぞれの思いや願いを込めたスカイランタンを作って打ち上げられたランタンのオレンジ色の明かりで幻想的な雰囲気を一緒に楽しみましょうということです。もうこんな感じだもんね、すごいですよね。はい、日にちが10月10日土曜日です。山形小国スカイランタンフェスティバル2020 in 白い森オートキャンプ場、願いを込めたランタンを夜空に浮かばせようということで、イベントは全部事前予約制となりますので、参加される方はフリーウェイツアーの方に、申し込みしていただきたいと思います。でこのスカイランタンのイベントは10月10日の土曜日の午後3時から、順次受付開始をして、終了が7時と、なっています。場所が白い森オートキャンプ場、リフレとなっております。リフレはね、宿泊施設の名前です。駐車場無料駐車場完備となっております。で、スカイランタンあるんですけど、当日は、ミシュランガイド新潟2020特別版ミシュランプレートとして掲載された80万人のためのフレンチオビー、富樫和人シェフによるフレンチバーベキュー飯の振る舞いがあるということですし、あと地元キッズダンサーによる、ダンス披露もあるということですので、こちらも楽しみにしていただきたい。で ここです。キャンプ系 YouTuber の、FM 新潟パーソナリティ、ミノルクリスさんがイベントの MC として登場し、
イベントを盛り上げてくれますという、ことで僕もあの MC を担当させていただきたいと思います。でもちろん、希望者は当日のオートキャンプ施設の利用も可能要予約ということになります。まあ、こちらのイベントすべて、事前予約となっていますので、予約したしていただいた上で3時から順次受付を開始という形になりますので、予約をしてきてください。でもうあのご家族で、参加もそれからソロキャンパーの方も、ぜひ気軽にということで、次ねランタンの写真が載ってますね。はい。で、3時から受付開始で4時からイベントスタートします。キッズダンスショー、富樫シェフによるミニフレンチ振る舞い飯で、スカイランタンに絵付けするんですね。絵を描いて、で6時半から打ち上げをして7時にはイベント終了ということになります。はい。でこちらの参加料金、大人子供共通、未就学児は無料ですが、税込み1000円、これ先着150名様ということになっております。もうこれ、どうなんだろう、結構いっぱいになってるといっぱいというかすごいあの応募来てるという話で、枠をちょっと増やしたなんていう話もちょっと聞いてますんで、この辺ちょっとあのどうなんでしょうかね、フリーウェイツアーさんの方に、まだいっぱいになってないかどうかあの確認してみてください。これそうなんです、これにフレンチシェフによるミニ振る舞い飯付きということなので、こちらの参加料金が必要になります。でスカイランタンが1機税込み3500円、こちら先着限定100機ということになっております。でこれ事前申し込みのない方はスカイランタンスペースに入れませんので、ご注意ください。大人子供ともにお一人様1個が目安となっておりますので、まあその辺はいいような感じでお願いします。でこれですね、オートキャンプ施設利用先着40区画と、いうことになっていまして、このあのミノクリチャンネルで発表させていただいてからもうすでにドロッとこうね、この視聴者の方から問い合わせお申し込みがあったというのは聞いておりますが、まだ空きあるそうですので、40区画オートキャンプ施設利用をぜひ、キャンプも楽しんでいただきたいと思います。当日は一区画一律で5000円となります。で、キャンプ用品のレンタルはないと書いてあります。で、キャンプ場内売店がないので、キャンプ宿泊者は飲食料品ご持参願いますということですね。で、キャンプ場の利用は午後1時からチェックイン可能と、なっています。だから1時からもうテントとかね、チェックインして張って準備をして、で3時からそのスカイランタンの受付があって4時からイベントスタートというような感じになって、います。はい。で、電源付き区画には限りがありますよということでね、書いてあります。はいはい。で、80万人のためのフレンチオビー、富樫シェフの紹介もねここにあります。はい。で私、ミノクリさんのそうだリンクも貼ってくれてるの、ちょっと上からちょっと待って、こうねほらちゃんとミノクリチャンネル行くようになってるね。はい、行くようになってるの、ありがとうございます。それから小国白い森ピークキッズダンサーね、ちょっと上から見ていこうか。そう、場所がね、まず山形県小国町ということで、ここで白い森オートキャンプ場、地図を拡大すると、まあ、ここね、ここになるわけですけど、どの辺かっていうとですね、米坂線、これね、JR 米坂線、羽越本線がありまして、ここですね、新潟方面からですと、荒川胎内インターチェンジですね。日本海東北自動車道ですね。荒川胎内インターチェンジ。はい。で、降りてもらって、113号をずっと坂町通って、こう山形方面に入っていくということですよね。はい。関川村です。関川村の方ずっと通って、あの、若船高原スキー場の方に、こうずっと向かって、いただくという感じになります。ずっと行きますとここか、だからこの辺からこの辺から入るのかな、おそらくこの辺をずっと入っていくんですね。
そうすると結構いくね、結構いきますね。この261号線っていうんですかね、これ入っていくと、ここに白い森オートキャンプ場というところでございます。だから荒川のもうあのすごい源流の方なのかな、これは。はい、はいはいはい、場所はそんな感じですね。でじゃあちょっとオートキャンプ場、白い森オートキャンプ場詳細ちょっと見てみようか。白い森オートキャンプ場小国白い森株式会社ということで、そうそう、今回のこのイベントなんですけど、主催が小国白い森株式会社、株式会社小国町地域総合商社となってまして、協力が株式会社フリーウェイツアー、株式会社シップと、なっております。お問い合わせ先はこのフリーウェイツアーですね、電話番号 025-282-7505、平日の9時5時で安倍さん担当でございます。ということで本当にあの小国白い森さん、それから小国町地域総合商社さん、フリーウェイツアーさん、シップさん、ありがとうございます。みのくりチャンネルコラボしていただきました。で小国町の地元の皆さんも、キッズダンサーもね、いるし、非常にお世話になります。よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、そういうとこです。本当ありがとうございます。白い森オートキャンプ場ね、ということでありますが、今ほら小国町スカイランタンフェスティバル2020開催、参加者募集中ということで、サイトマップから各サイトの画像がご覧いただけます。だってちょっと待ってね。あと当面の間リフレの割引入浴券ご利用いただけません、場内のシャワーのご利用お願いしますということで書いてありますが、サイトマップ、ほら、うわーすごいね。電源付きサイト、電源なしサイト、グループサイト、まあいろいろあるわ。川沿いなんだね、ここ。トレーラー専用サイトっていうのもありますね。ここリフレ宿泊施設か。能舞台なんていうのもあるんだね。でカジカ橋、この川でカジカを取れるっていう、はい、清流が流れております。荒川の清流です、これは。でこう受付管理棟があって、結構すごいな、いっぱいあるね。へえ、炊事棟とか、いろいろある。トイレとかも全部完備されてますし、自由広場なんてもあるんだ。はあ、なるほどなるほど。温水シャワーもあるね、ここね。温水シャワーあるね。へえ、川沿いですよ。地図上でサイトをクリックすると各サイトの画像、ほんと D 見てみるか。あー、なるほどなるほど。サイトのこういう感じだ。へえ、うわ、ちょっとワクワクしてきた。おー、いいね、いいね、いいね。この木がまた良くないですか、これ、木。これだから場所によっては、ハンモックって言うんでしたっけ、ハンモック。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。だからこれね、ほら、これが D サイト。8区画電源なしのサイト。A サイト見てみよう。おお、なるほどなるほど。俺芝生の上以外で結構初かも。D サイト10区画。おお、なんか俺新鮮、すごいすごい新鮮だな、これ。こういう感じなんだ。おお、いいね。C サイトは6区画プラスグループ4区画電源あり、 C サイト。あ、ちゃんとね、あの大きさもここにメートルが書いてありますね。 C サイト 12.5m× およそ 8.5m とか、あのその中でも番号も振ってあるんですけど。へー、おー、いいねいいねいいね。ちょっとイメージ湧きますね。へー、はあ、なるほどなるほど。電源付きサイトとかも見てみようか。アイサイト、
おおしか言ってない。いいね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 。これがまた秋の感じだとどんな感じになるかという。へえ、電源付きサイトなんだこれ。はあ、トレーラーサイトっていうのもあるよ。トレーラー専用、かっこいいね。トレーラーとかでも来る。うおー、はあ、これが電源っていうことだね。これが、うん、すごいね。 A サイト8区画電源あり、全部で10区画。ドン、おー、これも山沿いなんだね。これは F サイト7区画、はあ、このところどころに植わってる木がやっぱいいね。はははは。グループサイトとかもね。グループサイト。はあ、みたいな、これみんなで、なんだろう、小学生とかがみんなで来たりとか、そういうことなのかな。ちょっと待ってね。総合案内、サイトマップでしょ。この辺が、アイサイト。こっちが G。はあ、なるほど。こっちが A、A っていうのは電源ありの山沿いの方。J サイトってのもある。あ、J サイトはグループサイトか。で、城内の風景見てみましょう。エゴの木、エゴの木。うわ、綺麗だな、水、これ。浸水階段を降りて荒川へ行けます。だから、階段降りるともうここ川なの。あと、これカジカとか取れるってこと。すげえ。荒川の流れ、こんな感じ。結構山深いね。へえ。何気に俺、本当のすごい山、山の奥でのキャンプって、まあ、昔野沢でやったことあるぐらいかな。そのぐらいかな。すっごい。もうほぼ初めてだな。おお、小川も流れてるんだって。すごいね。山帽子の花。城内風景。はあ。季節の彩り。これ行かないな。施設。はいはいはい。交流と、交流と、雨の日の、来るかな？来ない。来ないね。ちょっと待ってね。施設、交流と、うん、ちょっとした休憩にも使える。雨の日も、まあ、屋根ついてるわけか。おわ、おわ、なんかいい雰囲気。いい雰囲気だね。なんか、あれだな。小学校、中学校の時に、その学校で、飯盒炊爨さんみたいな人の思い出す、こういうところで。ファイヤーピット。うーわ、釜。あ、すごい、いいね。ここでご飯炊けるわけね。はぁ、あ。で、管理棟が、こういうふうにあって、はい。あ、自動販売機もありますね。自動販売機はあるってことだね。お、ランドリー。洗濯もできます。乾燥機もあるよ。これシャワー灯。あ、いいね。シャワー灯だ。シャワー浴びたいもんね。トイレ灯。トイレ。ライダースハウス。ライダースハウス交流灯2階。ライダーの休憩に。いいですね。いいですね。ライダーにも優しいよ。シャワー塔の内部。お、綺麗、綺麗。この木の感じがまたいいですね。こんなとこかな。お、サイトマップへ戻ろう。料金案内。ま、今回は一律5000円ということでございますが、普段はこういう感じでやってんのかな。
おすすめスポット、まあ、リフレ、今回は入浴料割引は中止しているということです。交通の案内、まあ、さっき見ましたけども、リフレ、おなるほど、すごいですね。朝日連峰というこの山ね、ブナの原生林があったりとか、はあ、すごいですね。楽しそうだな。へえ。よし、じゃあちょっと戻ってみて、オートキャンプ場ね。なのでこれ皆さんもぜひ小国ランタンで検索するとこのページに来ますんで、これで詳細見てください。で、戸橋さんの、帯のホームページ、それからミノクリチャンネルもリンク貼ってもらってます。で、小国白い森、ピークキッズダンサー、ちょっと待って、戸橋さんのところ見てみる。帯、うわ、おしゃれですね。帯、名前の由来は笑顔、食事を通じて自然と笑顔がこぼれる、そんな料理を皆様にご提供したいということで、わわわわ、おしゃれおしゃれ、体が喜ぶ料理と驚きをこれからも新潟の皆様にお届けします。新潟市中央区にありますね。80万人のフレン、ためのフレンチ帯、僕はロサンゼルスで、本当ハリウッドの高級レストラン、本当のトップの方の、レストラン、大体9割ぐらいうちの野菜、僕の会社から野菜を入れさせてもらってたので、シェフとはすごくロサンゼルスのトップシェフたちと仲良くさせてもらって、ましたし、だから美味しいものを結構すごい食べてましたよ。なので僕は料理すごい好きです。あ、こういうオードブルとかもあるんだ、いいね。これ記念日の時とかたまりませんな。1万5000円 4,5 名で、こういうのやってんの。あ、メニュー、うわ、写真がね、これやっぱね、シェフのホームページって感じしますね。僕だからロサンゼルスでいつもこういうのを見て、シェフと話してましたよ。それで、ほう、パーティープランもあるよ。シェフのお任せコースは1人5000円から2名より受けたまりますと。アミューズから始まるんですよ。へえ、あ、いいっすね、いいっすね。これね、戸橋シェフの料理当日申し込めば、ね、1000円で振る舞いがということですから。はあ、テイクアウトメニューもね、今やってるんですって。これぜひぜひ皆さん見て、いただければと。あ、これブログかな、ブログやってんだね。80万人のためのフレンチ帯、はい、そうなんですか。豊野方にあったマーレというフレンチレストランの前身なんですか。ほう、あ、見ました、戸橋さん。あ、戸橋さん山形出身じゃない。あ、そうなんですね。鶴岡市根塚関出身だって。おお、で新潟に学生時代に来て、で夢だったシェフになられたんだ。はあ、店長、戸橋店長、父は漁師兼板前、母は調理師、もうサラブレッドですね。すごい。はあ、楽しみですね、楽しみですね。美味しそうだな。やっぱ美味しいものを食べると元気出るもんね。笑顔になるってまさしくその通りだね。いいですね。これぜひ見てください、皆さん。あ、すっごい、すごい。次行きましょう。小国白い森ピークキッズダンサー。ホームページ見てみよう。来た来た、生徒募集中です。小国白い森ピークキッズダンス。ね、そうなんです。月会費5000円、4500円になってます。おー、ダンス、はい。でダンスの先生、先生のホームページ、おお、ヒップホップな感じがします。ダンスサップルな感じがします。おお、ロックダンスが中心なんだ。
こう、こういうやつね。へえ。いいやつか、これぜひ見ていただいて。お、来ましたよ。ショータウ、ショータウ、ショータウ。井上翔太先生、31歳。おお、東北芸術大学入学後、19歳の時にサークルに入部しダンス始めるって。おお、いいねいいねいいね。うちの息子も今マイケル・ジャクソンにハマってましてね。毎日ゼログラビティやってる。もう危ねえからやめろって言ってるんですけど。おお、あ、ここにね、レッスンのスケジュールとかシステムとかいろいろ書いてあります。ギャラリー。ギャラリーもね、はい、こうやって出てますんで、よいしょ、ぜひ、ショーター先生のぜひこれ見てください。ピーク、いいですね、ピークって名前がまたいいです。はい、リフレ、リフレもありますね。あ、リフレの、リフレって宿泊施設なんですね。だからあの今回のイベントでそのキャンプの道具がないとかいう方はこの宿泊施設に泊まることもできるんですけど、これほらほら、ちょっとホームページ詳しく出てます。で、10月10日のそのイベント当日土曜日の、料金なんですが、うわ、すごくないですかこれ。米沢牛スペシャルコース、宿泊料2名以上、和室利用割引前がね、大人 13,800円、高校大学生 13,100円、小学生 12,620円、中学生も、これ GoTo トラベルですよ。 65% 適用料金で大人8,970円になっちゃう。で、さらに県民泊まって元気キャンペーン割引で4000割引なんですって。2つのキャンペーン併用後請求額4970円で米沢牛スペシャルコース俺こっち来てこれすごくね、これすごくね、これすごくね、マジか、これいいな。で、ちなみに県民泊まって元気キャンペーンは東北6県プラス新潟県に住所がある方対象ですということなので、新潟の方も行けますこれ。で、これはクーポンがなくなり次第、県民泊まって元気キャンペーンはクーポンがなくなり次第終了となりますって書いてありますけど、宿泊施設リフレ詳細、うわ、これすげえな。だからこれいい、よくないこれ。そんでランタン申し込んで、ランタン1000円だし、そんなすごいな。あ、いろいろあるわけね。ほうほうほう、デイキャンお試し体験とか、渓流釣りプランとかも普段あるわけ。すごい、リフレっていうのがあってね。おお、あ、館内案内、こういう、お、わ、いいねいいね。窓からは朝日連峰の山並みが見えます。男女別大浴場、心安らぐ和室、セミナーにも使える。料金はまあまあすごいね。米沢牛スペシャルコースだよ。はあ、出た、料理のご案内、出た、イワナ塩焼き、うまそうだな。はいはいはい、という感じになっておりました。だからこの GoTo トラベルと県民泊まって元気キャンペーン、それ使うと4970円で13800円の米沢牛スペシャルコースいけんの、すごいな。へえ、はは。では新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについてっていうのもありますので、よく見といていただきたいと思います。で、今回のイベントね、大人子ども共通未就学児無料でスカイランタンのイベント1000円、先着150名様となってます。で、スカイランタン1機3500円、税込み先着100機で、オートキャンプの施設利用が、税込み5000円、先着40区画となってます。申し込みが 025-282-7505 フリーウェイツアーで、予約完了後10日以内に、お振り込みいただきますということで、お、ボランティアスタッフさん募集中、一緒にイベント盛り上げましょう、詳細はこちらだって、ボランティアスタッフさんね、募集ということで、出ております。高校生以上であれば年齢の上限ございませんという
ということで1時集合7時半終了予定ということだそうですよ。はい、大人1名につき5000円支給という、本当ですかこれ、ボランティアスタッフさんこれすごくない、なんか、すごいじゃないですか、すごいじゃないですか。ということで当日お手伝いしてくれる人も募集しているということで、このサイトから、募集もできるそうです。はい、ということでもうざっくりと見てきましたけど、あ、またホームページもいろいろ情報が追加されていまして、いいですね、いいですね、小国、山形小国スカイランタンフェスティバル、10月10日、ぜひですね皆さん、あのこちらよろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日もう一度ですねホームページを見ながら、10月10日土曜日、このチャンネルみのくりチャンネルとのコラボですね、小国町スカイランタンフェスティバル in 白い森オートキャンプ場、この情報を、お伝えさせていただきました。あの、ホームページのアドレスとか、申し込み先の詳しいことなどなど概要欄にも貼っておきますので、ぜひチェックしていただいて、で早めにフリーウェイツアーさんの方に、連絡してみてください。この動画が上がっていて、連絡してもらって、もしいっぱいになってたら申し訳ないんですけども、ぜひですね、当日僕もあのテント張って、キャンプしようと思ってますなので、ぜひですね一緒に僕に、白い森オートキャンプ場の、ね、この素敵な10月の1日一緒に過ごしましょう。新潟からも割と近くて、行けると思いますので、ぜひこのチャンネルを普段ご覧になっている皆さん一緒にキャンプ、楽しんでいませんか、ということでね、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあみんな、みのくりじゃんけんの時間だよ、行くよ、せーの、最初はみのくりじゃんけん、はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。では10月10日白い森オートキャンプ場でお会いしましょう。ピースアウト、バイバイ。みのくりチャンネル、おお、たまげったらあれやってみような、チャンネル登録してくれよな、頼むね、チャンネル登録してね、さようなら。みのくりチャンネル。